大丈夫大丈夫かな。おかゆちゃんなら大丈夫。くっ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 、入れてよごめんね。入んなかった。うん、入んなかった。入んなかったね。くそー、ピー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 。逆回転ねえ、おかゆ逆回転ばっかり言われるね。ダメだよ、そんなコロさんのこといじめたら。あ、今のはおかゆにか。あ、おかゆだって逆回転。なんでそんなひどいこと言うの。なんでそんな。あ、今だって今ね、おにぎり屋が言ってたよ。おにぎり屋が、ごめん。あ、ダメでしょ、おにぎり屋の皆さんは。おにぎり屋、コロさんも逆回転。おかゆ。難しいこと言って。どう、みんなコロさんになんかいい感じのアドバイスあった？逆回転めっちゃそれじゃん。うーん、かわいい。 DT4 の後もうさ、なんかゲームで失敗した時とかさ、うん、なんかコロさん、それはこうした方がいいよって言うじゃん。うん、みんなアドバイスくれるじゃん。うん、そうじゃなくて、あ、うん、ごめんって。どういうこと？僕のせいで落ちちゃったんだよね、ごめんって。って言ったらしいの？マジで？え、それはやりすぎかな。それはやりすぎだね。ちょっと練習してみよう、じゃあ、コロさんが、うん、はい、今ゲームやってます。じゃあ、え、ダダダダダダ、あー、落ちちゃったよ。はい、コロネスキー。なんて言うの？こういう時。あ、落ちちゃった。操作が下手なのかな。なんでだろう。あーはーはごめん、面白すぎでしょ。コロさんがミスったら謝るコメ欄異彩放ちすぎでしょ。やばいね、ちょっとね、それはやりすぎか。俺たちのコメントが悪かった。あー、そうだよ、ごめんごめんねって言ってる。どうどう。いや、でも気持ちいいけど。あ、気持ちいいな。気持ちいいけど、あの、うん、だ、なんか人いなくなりそう。え、でも何やってんだろうみたいな。誰が残るかは気になるよ、正直。で、どうしよう。でもさ、ずっとずっとごめんごめんばっかりだったらさ、うん、どうすんのコロさん。同じこと言ってんじゃねえよ。謝ればいいと思ってるみたいな。謝ればいいってもんじゃないでしょ。だって、おかゆ、そうでしょ、おかゆ。そうだ、そうだ。そうでしょ？謝るレパートリーの一つや二つ増やしておかないとはダメだ、ダメだ。そうだ、そうだよ、ダメだ、ダメだ。これが理不尽っていうやつか。うん、大変だね、みんな。そうだね。